親が挑発した。親や兄弟が暴力団員。親の借金やとんでもなく貧乏などの、壮絶な人生を歩んできた芸能人は、とても多い。今回は、複雑な生い立ちを乗り越えた芸能人を、私の主観にてランキング形式で紹介いたします。5位、伊勢谷友介。実力派俳優として、数々のドラマや映画で活躍している、伊勢谷友介さん。交際している彼女への DV などでも話題になっている。ちょっとダークな側面のある彼は、少し複雑な家庭で育っている。両親は3歳の時に離婚しており、彼も妹も共に母親に引き取られたが、母親が働くために祖父母の家で生活していた。祖父母は厳しく、年がら年中怒られていたという。ちなみに、父親が以前結婚していて、生まれた子供が、山本寛斎さんなので、彼にとっては義兄ということになる。両親が離婚してからは、父親とは交流がなかったそうだが、母親からは父親について、あまりいい話は聞いてこなかったとか。DV は、遺伝するわけではないのだが、幼少期や家庭の影響は、割と大きいという。伊勢谷友介さんもまた、気に入らないことを暴力で発散するとか、理不尽なことでも力で通すということを、覚えてしまった背景が、過去にあったのかもしれない。4位、内田有紀。アイドル的存在から、現在は女優として活躍している、内田有紀さん。彼女の笑顔が印象的で、暗いイメージはないが、複雑な家庭で育ったという、と言っても、不幸な生い立ちでよくある。貧乏ではない。もともと、内田有紀さんの育った家は、割と裕福でお嬢さんだったらしい。しかし、いつも喧嘩しているというくらい、両親の夫婦仲が悪く、小学2年生の頃に、離婚してしまう。親権争いの結果、父親に引き取られたが、後に父は再婚することになり、彼女は居場所がなくなってしまった。そのため、今度は母親と暮らすことになるが、そちらもまた再婚が決まり、居場所がなくなる。最終的には、祖母と共に生活していたが、ソリが合わなかったのか、高校生の時に一人暮らしを始める。アルバイトとモデルの仕事で生活費を稼ぎ、高校は中退して、本格的に芸能活動を始めることになったとか、自身も2002年に、吉岡秀隆と結婚したものの、3年後の2005年に離婚している。3位、中山美穂。トップアイドルだった中山美穂さんは、最近では元夫、辻仁成氏との離婚に、渋谷慶一郎氏との不倫など、ドロドロした話題ばかりが目立っている。そんな彼女の生い立ちも、なかなか複雑。彼女の両親は、幼い頃に離婚し、母親に引き取られた。父については、父親は亡くなった、と聞かされて育つ。しかし、母親と妹の3人で暮らすには、生活が厳しく、母親が仕事で留守が多かったために、親戚をはじめ、様々な人に預けられる、不自由な暮らしだった。そんな中、知らない人に、母親に頼まれた、と言われて一緒に行動し、実は母親とも全く関係のない人で、誘拐未遂される、という恐ろしい経験も。母親が再婚したものの、継父との関係は良好とは言えなかったとか。華々しいアイドルになってからは、自立した生活をしてきたようだが、こうした経験は、中山美穂さん自身の結婚生活に、何か影響があったのだろうか。離婚や虐待などは連鎖するとも言われているので、少し気になるところである。2位、ローラ。いつも元気で可愛らしい印象しかなかった、ローラのお父さんが逮捕されたことは、結構衝撃的なニュースだった。彼女の生い立ちを調べてみると、両親はバングラディシュ人の父と、ロシアと日本人のクォーターの母、可愛い女性ハーフ芸能人の一人として、知らない人はいないだろう。
ローラが6歳の頃、家族でバングラディシュから帰国したが、その後も往復する生活を送っていたが、その間に両親が離婚。父は後に、中国人の継母と再婚する。父と継母、その間に生まれた双子の赤ちゃん、そして双子の弟とローラの6人家族となり、ローラはアルバイトをして、献身的に家族を支えていたという。高校生の時に、街でスカウトされて、モデルの活動を開始しており、モデルの仕事を始める時にも、お父さんを幸せにしてあげたい、と言っていたという。お父さんが大好きという発言は、あちこちでしていたので、逮捕の時には多忙な仕事をこなしながらも、相当落ち込んでいたようである。自分がマイナスな発言や態度を取ることで、他の人に嫌な思いをさせることが嫌いというローラ。複雑な事情を乗り越えてきたからこその笑顔だから、みんなを幸せにするのかもしれない。1位、明石家さんま。お笑い界のトップに君臨する、明石家さんまさん。いつもあの特徴的な笑い方で明るく活動しているが、育った家庭は意外にも複雑だったという。実母は3歳の時に病死しており、その後、父が再婚して継母ができる、兄弟は兄と、継母の連れ子だった弟がいたが、弟が高校生の頃に火事で亡くなってしまう。さんまさんの名言のようにもなっている、生きてるだけで丸儲け、という言葉に、うんと、重みが増すような過去に、衝撃を受けた人も多いだろう。現在、テレビでも喋り続けるさんまさんの、キャラクターのルーツは、継母との関係にあった。継母は、さんまさんを常にいないかのように、無視して生活していたようで、あまりに無視されるので、さんまさんはいつか笑わせてやろうと、意地になっていつも話しかけ続けていたという。この経験は自身の結婚生活にも影響を与え、大竹しのぶの連れ子である、にちかさんを、自分の実子である、いまるさんよりも可愛がっていた。お笑い芸人には、強烈な過去を持つ人が多くいるが、そうした複雑な経験を笑いに変えたり、人が笑っている方が幸せ、というような強い気持ちが生まれる、きっかけになっているのかもしれない。